昨日夕方、大阪梅田の商業施設ヘップファイブの屋上から17歳の男子高校生が転落し、下の道路を歩いていた女性にぶつかりました。女性は兵庫県加古川市に住む大学生の古川加古さん19歳で、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、今日午後亡くなりました。転落した男性は一人で従業員専用通路を通って10階建ての建物の屋上に上がり転落していて、昨日搬送先の病院で死亡しました。警察は当時の状況を調べるとともに、転落した男性については殺人の疑いも視野に捜査する方針です。